調査兵団にするって？コニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの皆さん、長官の食糧庫から。サーシャ、お前独房にぶち込まれたいのか？大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。通りやれば十分巨人と戦えるぞ。大きいぞ。一人でやれんのか。
くしてやる。エレン、一人で戦うなって教わっただろ。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。俺と他者で奴の注意を引く。エレン、お前はうなじを狙え。お前ら、よし、行くぞ。待ったか。しやがれ。やった。ありがとうな。おう、みんなでやればなんとかなるもんだな。エレン、もういいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。目標、壁界正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。よう、5年ぶりだな。こいつ、さらに壁を壊す気だ。砲台から砲撃を食らわせてやる。でかい面しやがって。いくらお前でも顔面に砲撃を食らえば少しは効くか。振りかぶった。あの腕を砲撃してあいつの攻撃を防ぐ。左腕を振りかぶったぞ。あの腕を砲撃して攻撃を阻止しねえと。腕を振りかぶった。両腕を砲撃して攻撃を食い止めてやる。まだ戦える。人類は逃さねえぞ。
巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。